デーブでーす。一座紹介のシエルちゃんの今日は企画でですね、なんとこんな師匠が嫌だー、イエーイ、嬉しそう。どこが嫌、イエーイ、イエーイ。私10年ついてるんですよ、カラクリドールさんに。でやっぱり10年経つといいとこばっかりだね。ものすごいいろんなことがあってあったあった、辛いです最近。はい、どんな辛いのかな、聞いてください、はい、皆さんも、はい。なので、まあ、マジックショー、まあ、師匠の現場でアシスタントとか、まあ、弟子としてネタさせてもらうことがあるんですけども、はい、基本、はい、まあ、大体ねマジックショーってステージマジックそうか、まあ、クローズアップ、そう小規模だったり、あとホッピングス、テーブルマジック、テーブルホッピング、ポンポンポンってやる、はい、ものによって結構マジックの内容違いますよね。違います、いろいろ、いろいろありますよね。キーを使ったりとかね、ある中でステージ立ってから、はい、どっちにしようか決めたりとか行ってみてね、ステージだよって言われて行ってみて、あれちょっと今日テーブルホッピングしたみたいなことがあまりにも多い。あまりにも多い、あまりにも多い。でも、うん、それが多すぎて、もう弟子たちみんな、うん、結構そうなってもいいように、うん、その呼びネタを結構持ってくるようになったから、ね、まあ、対応力が身についたからいいと思うんですけど、うん、はい、できれば教えてほしい真実をね、ちゃんとね、事前に。わかんないもん、わかんないもんじゃないで、出てみてたらどれが一番盛り上がるかって言われる。あ、でもそうなんですよ、お客さんの層とか決めてから、あ、ステージよりも近くで見せた方がいいなっていう感覚で決めるんですよ、まあ、あのクライアントさんからこういうふうにしてくださいって言われてない限りはね、うんうん、どうでもいいなって言われたら、いいんですけど、ただ僕はいいけどそれ聞かされてないからすごい困るってことですね。舞台袖でどっちどっちって申し訳ございません。なのでそこら辺ちょっとやめてください。はいやめてください。最近思うのがあのアシスタントって道具出しはるとかやったりサポートするんですけど、その中で一番困るのが、困るのがステージ中に滑った時ママよく失敗とか小さな失敗とか滑った時に滑ったって言うな、絶対こっちを振れるの助けてほしいよねってなっても、うん、何もできない、どうしようもないよね、うん、面白いこと言いに行けばいいのかと思うけどそれはできないから、もう笑顔でうんって見守るしかない。いやもうそれだけでもね、ちょっとそこはもう自分でこう、ね、処理しなさいよ。もうこっち見られても何も出ないし、ただ逆に、はい、うん、成功した時、あ、超今の、うん、受けたなとか、ね、そう、これは受けたなって時のドヤ顔の時が今の受けたでしょみたいな、でしょみたいな、あれは、まあいいんですけど、あ、それはいいの、いいんですけど、それはいいんだ、わざと振り向かなくていいんです。なんかちょっと言いたくなる、受けたでしょって、そう、あとなんか新しいなんかこう名台詞みたいな確認みたいな、これ今度使うみたいな、恥ずかしいな、恥ずかしいな、はいはい、まあいいんですけどね、はい、まあ、でもそんな、ね、師匠なんですけど、はい、私ね、デビュー当時からすごい一つだけ、まだあるの、これだけはちょっと、まあ、今はいいんですけど、はい、嫌だなって思ったのは、師匠がいて、はい、弟子がいっぱいいる時とかに、はい、まあ、師匠が最初にステージ立って、うん、こう盛り上げて掴んでくれた後に、弟子にこう、じゃあ続いてはシエルですって振ってくれる時に、ね、ハードルだけものすごく上げる。今はなんとなく自分のノリでできますけど、これデビュー当時からで何にもできない時、うん、本当にちょっとしたマジックしかできない時ですら、うんうん、師匠やった後に、いや今日本当すごい日本一の女性マジシャン来てるんです、いやもう本当すごいから皆さん目を離さず見てくださいって言った後に、はい、どうぞって言われて、その後師匠がさらっていなっちゃった、うん、これ絶対すごいやりにくくて、本当ですか、うん、このようなことが二度とないよ、本当やめてほしい、はい、反省したいと思います、はい、なので、まあでも今はね、そのおかげで鍛えられたので、よかった、これからも頑張りたいと思います。はい、まだまだいっぱいあるようなんでね、はい、第2弾、第3弾ものすごくあります。僕だんだん痩せてくる、プライベートでもものすごいこと毎日なんかプライベートってトラブルあるから、気をつけてください、気をつけてください、誰にだよ、本当にすいませんでした。